基本ヤクルト奥川くん、宮城と佐々木を見て落ち込む。精神面では苦しい時期を過ごした。昨季のチームは連覇に向けて快進撃を続け、他球団では同級生の佐々木、オリックス、宮城らが活躍し始める。あまり見たくない時期もあった。落ち込み、一軍の試合から目を背ける日々が続いた。だが1年をかけて変化していった。周りと比較しても仕方ない、自分を見つめるしかなかった。一軍に戻ることだけを考えるようになり、周りのことが必要以上に気にならなくなった。先を見据えて対戦することを考えながら見られるようになった。と徐々に一軍の試合にも目が向いた。一見ポジティブで良いように見えるが、藤浪や斎藤佑樹もこの境地になったらさらに差が広がったんだよな。理由は全くわからん。ヤクルト行ったのがうまく付き合ったな。ヤクルトと一緒にどんどん落ちてってんの草生える。おとなしくトミー・ジョンしとけばそのうちメジャーにも行けた野郎に。さっさとトミー・ジョンしとキャモン復帰できてた定期。ヤクルトの時点で無理。最初から対戦する可能性ゼロだった。ヤクルトが長い黄金期気づけなかったのこいつを壊したからだよな。どう見てもエースになる存在だったのに壊して案の定今投手に苦しんでいる。上ばっか見てても仕方がない。西純でも見て落ち着け。燃えようが何しようが一軍で投げてる奴らは立派なんだよな。トミー・ジョンした才木が覚醒してんのとかどんな気持ちで見てんねやろ。まだトミー・ジョンしても余裕で巻き返せる年齢なんだし、保存療法じゃ時間浪費するだけだなって認めて手術すればええのに。保存療法選択した菅野が結局全盛期からは程遠い感じになって待ってるからな。まだ年齢的にはやれる年やのに。オリックスなら速攻手術やったやろうな。悲しいな。本人がやりたくないって言っても説得するのが球団の役目やろ。まだ若いしキャリア続くのに肘ごまかしながら長く持つわけないやん。